Bienvenue au restaurant La Renaissance de l'Ambroisie à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Nous allons vous proposer des recettes à base d'haricots tarbés et pour cela, nous invitons à nous suivre en cuisine. 今日は、アリコタルベとピレネー産子羊の、ロース肉のロティ、味噌風味を作ります。材料を紹介します。アリコタルベ、こちらが、ピレネー産の子羊の、ロース肉ですね、クラシタ肉、そして味噌、パセリ、こちらが、豚の背脂、こちらは、新玉ねぎになります、こちらになりますけれども味噌だれの材料になります。ニンニクのみじん切り、生姜のみじん切り、砂糖、味噌、ごま油と、こちらがピマンデスプレッド、そしてですね、こちらパン粉、かつおだし、こちらが、子羊の、ソースになります。あと、こちらはですね、最後の盛り付けの飾りになりますけれども、パセリを揚げたもの、こちらの玉ねぎを、このように薄くスライスしたもの、そして、ニンニクチップと、ニンニクオイルになります。はい、そうしましたらこちらのピレネー産の子羊の方、フィレ肉だけ取り外していきます。こちらが取り外した、ロース、フィレ肉、ロースになります。こちらの上にある白い筋ですね、こちらを掃除していきます。これが、筋を外した状態になります。こちらの方を半分に切って開いていきます。このように開きます。このように開いたお肉の中にですね、詰め物をしていきます。パセリ、そしてアリコタルベ、そしてその上からまたパセリをのせていきます。あとは軽く味付けします。塩、胡椒、肉を元の形に戻します。そしてですね、こちらの網油、こちらで包んでいきます。このようになります。続きまして味噌だれの方を作っていきます。ボウルに、味噌、生姜、みじん切り、ニンニクのみじん切り、砂糖、こちらユイルドセザン、ごま油ですね、入れます。あと一つまみの、ピマンドエスプレッド、こちらも入れます。そしてよく混ぜ合わせます。よく混ぜたものがこのような状態になります。次にですね、アリコタルベの方、出汁で火入れをしていきます。水気をよく切ります。出汁を加えて、こちらの方を柔らかくなるまで炊いていきます。そうしましたら、こちらのロース肉の方に、焼き色をつけていきます。フライパンをよく熱します。少しのオリーブオイルを、この時にですね、網油の方にちゃんと色目がつくようにします。全体にきれいな焼き色がつきましたら、肉をフライパンから取り出します。そしてですね、こちらの、お肉に、先ほど作りましたパータ味噌の方を塗っていきます。全体にですね、パータ味噌の方がつくように、このように味噌をつけた状態です。この後にパン粉の方をつけていきます。
この状態にしましてからオーブンに5分入ります。続きましてこちらの付け合わせの玉ねぎの方をフライパンで炒めていきます。フライパンにオリーブオイルを入れます。軽く塩コショウをします。こちらの鍋に入ったものですね、アリコタルベと出汁で炊いたもの、アリコタルベが柔らかくなるまで炊いたものですね、こちらに味噌だれをスプーン1杯加えます。そして温かいところで味を含ませます。はい、そしたら、そうしましたら盛り付けの方に移ります。こちらが、オーブンから取り出した、子羊のローストですね、温かいところで十分休ませたものです。こちらは、アリコタルベの、味噌煮。それでは盛り付けていきます。水分の方はいらないので水分を切ってお皿の方に移します。こちらに、ガーリックオイル、お皿の真ん中の 方に盛り付けていきます。次にですね、こちらの新玉ねぎの、焼いたものをお皿の真ん中に盛り付けていきます。次にこちらの、子羊切ります。両端を、落とします。そしてですね、真ん中から斜めに切ります。そしてお皿の中央に盛ります。そうしましたらこちらの型の方、真ん中の型を抜きます。続きましてソースの 方を流していきます。子羊のソースです。そしてこちらのガーリックオイルも流します。型の方を外します。あとは飾り付けのパセリのフライと、新玉ねぎのスライス、ニンニクのチップスですね、こちらを散らしていきます。はい、こちらが子羊のロースト完成になります。ボナペティ。12年私たちはタルプのレストランランブラージュで働いています。ピレネーの特産品をよく好んで使っています。アリコタルベもそのうちの一つです。アリコタルベはラベルルージュを取得しておりまして、肉料理、魚料理などいろんな料理に合います。品質もとても良く上品な味わいです。